よく2枚目までたどり着けたなというか、レコーディング中にもこう自分の表現力のなさに絶望感を感じたりとかね。2019年1月9日、拓郎はロサンゼルスを訪れていた。自身のギタリストとしての表現力、スキルアップを目的に始まったソロプロジェクトが再び動き出していた。前作ジャーニー・ウィズアート・ア・マップから2年、今作はさらに洗練された作品となった。その要因となったのは、昨年の全国ツアー中に浮かんだ楽曲に対するアイディア。このアイディアが新たなタイプの曲を生み、アルバムに多岐にわたるジャンルの幅を持たせた。今回も素晴らしいミュージシャンの人たちに参加してもらいまして、夢だったんだよね、トランペットで作品作るっていうのも、もうめちゃめちゃお気に入りですよ。そもそもこの曲の生い立ちってすごい、もう古くて90年代かな、北海道シチューをグレイが担当する機会があって、でその時にその部分しか作らなかったんだよね。今回ジャニーの曲を書いていくうちに、あの曲の流れってそういえばこう手つかずずっと置いてけぼりだったなってことで、土昭和かつ北海道なメロディー、そしてそのロスの風景ってどういう化学反応があるのかなって、そっちの興味の方が高かったかもしれないな。アルバムタイトルっていう感じよりももう自分の人生における憧れとか、 なんか目標みたいなものなんじゃないかなと思うんですけどね。